さあ今日はサッカーをやりにやってきました。英語が世界の共通言語？いやいや、それよりも上がありますよ。それはサッカーです。サッカーボール一つで、おお。サッカーボール一つで英語圏だけじゃなく中東、スパニッシュ、あらゆる言葉を使う国の人たちと仲良くなることができます。なので、海外に行ったらですね、私は大体サッカーに混じります。はい。で、今日はですね、このイギリスで新たな生活をスタートさせようとしている若者、マサヤ君と一緒に、公園にやってきました。まあ、彼もですね、英語を勉強するだけじゃなく、国際交流、サッカーを通しての交流をしようと。いうことで、今回一緒に来てます。まあ普通であれば普通であればオンラインでミートアップ、イギリスではそれが主流なんですけど、オンラインでアプライ申請して、チームに混ぜてもらう、まあ、それは草サッカーもそうなんですけど、まあ、それが一般的なんですけれども、まあ今回はちょっと飛び込みで入れてもらえないだろうかということで、まあイギリスの公園に土曜日の午前に来れば大概ご覧の通りです。なのでまあちょっと頃合いを見てですね、入れてもらおうと思います。靴とかね、全然私は完璧に用意はしてないんですけども、いいんです、気持ちがあれば。うん、ね、日本の大学でサッカーをやってきたマサヤ君も何のためにサッカーをやってるのかと。もちろんプロになる人もいるでしょう。しかしサッカーを通しての自分の世界を広げる、そういうコンセプトで新たにスタートするということですね。はい、はい、ちゃんと準備万端ですよ。あとはちょっとウォームアップして入れてくれるかな彼ら。ちょっとね、行ってみましょう。Can I join? It's a team game. What's your name? Suleiman. Suleiman. Suleiman? Suleiman. I'm Masaya. Nice to meet you. I love soccer. You too? Easy, yeah. Football? Yeah, I play football, yeah. Where are you from? I'm from here, London. Here, London? London. Yeah. How old are you? I'm 15. 15? 15? Yeah, 15. Oh. 15 years old. Wow, 15? Okay. Yeah. Wow. Yeah, thank you. Thank you. クラブチームだったんで、最後の10分間ぐらいやらせてもらいましたけど、高校 1,2 年生のカテゴリーですかね、地元のクラブチームっぽいです。まあ15歳とか17歳ぐらいの子たちでしたね。いや、気持ちいい。プレー時間自体は短かったですけど、一緒にねボールを蹴ったという、まあ、これがね大きいでしょう。で、来週も来なよと言ってもらえたので、良かったですよね。コーチを目指しているマサヤ君もぜひ来週土曜日と言われたので、はい、ありがとうございます。参加させてもらえるということで、良かった良かった。さあ、じゃあ次のコミュニティに突っ込んでいきましょう。高校生のチームの次はおじさんたちのチームに入れてもらってます。かなりしっかりとサッカーをしますね。
あのイメージだけはもう老練ですよ、完全にサッカーを分かってる人たち。はい、 OK、 ゴール。It's just a video. Yeah. A video. Yeah, yeah. 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 No, no. Yeah. It's a video. I'm Frank Lampard. Yeah. It's all a photo, lads. Yeah. It's good for thumbnail. Yeah. Good picture. Nice. Someone should be holding the ball. Yeah, yeah, get him off. Get him off. Thank you. Yeah. 3, 2, 1. Terrible football. Let's go. Terrible football.